コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう出てますね。はい、呪術廻戦。こちらがね、昨日から開催されましたね。ローソンでコラボ商品。はい。で、購入してきたものをずらっと並べたんですが、一応ね、やっぱ人気なんだね。もう売り切れてる商品がやっぱありましたね。普通にこういうね、抹茶ラテとか絵柄がね、もう犬巻と善意巻しかなかったですね。はい。で、カントリーマン、こちらはね、まあいっぱいあったんですけれども、まあ、2つだけ購入しました。はい。でね、もうこれ平らげたんですけど、呪術廻戦の唐揚げくん、はい、呪術廻戦廻戦味の廻戦、はい。で、こちら缶バッチ、缶バッチが3つ、こちらのね、投資の方の缶バッチを3つ買いました。ディフォルメもあったんですけれども、まあ、ディフォルメより投資の方が好きなんで、はい。で、アクリルキーホルダー、こちらもね、まあ、5、6個あったんですけれどもね、2つだけ購入しました。はい。で、一番欲しかったね、アクリルスタンドなんですけれども、あれね、開催店舗がめっちゃ少ないんですよ。はい。まあ、ネットでも騒がれていますがね、あれほんと開催店舗が少ない上に、まあ、数が少ない。で、転売屋が根こそぎ持っていくっていうね、相当問題になってますね。まあ、あれ、しかもね、ネットでの事後通販もないっていうことでね、うん、もう、五条先生なんてもう6000円超えてますからね。定価800円ぐらいですよ。はい。いやー、もうこれはね、ちょっとローソンなんとかしてほしいですね。まあ、みんなが声を上げればね、事後通販あるかと思います。はい。なので皆さんね、声を上げてね、はい、もう問い合わせとかしちゃってね、うん、そうすれば事後通販考えるかもしれないですね、ローソン側もね。はい。ということでね、私はとりあえず近場のローソンでね、買えたものをこちらなんですけれども、ご紹介していきたいと思います。はい。まあ、ブラインドボックスがね、アクキー、缶バッチ、カントリーマームの3種類、はい、こちらなんですけれども、こちらはね、今から開封していきたいと思います。はい、早速カントリーマームの方からね、こちら開封していきたいと思います。はい。まあ、こちらマグネットシートですね。これが1枚入ってます。全5種、はい、この5人ってことですね。はい。まあ、狙いはね、もちろん五条先生一押しで、二押しがお骨で、三押しが犬巻、はい、っていう感じですね。はい。では早速開封しちゃいましょう。はい。こっからも多分ね、めくれば見えると思うんで、はい、このまんまめくります。いきます。せーの。ガチンコ一押しの五条先生きた。はい。あ、マグネットなんでね、後ろはこういう感じになってますけれども、いやー、いいね。五条先生まさか一発で来るとは思わなかった。ラッキーです。はい、やったぜ。で、一応中身はね、カントリーマン、まあ、普通にこういう感じで、まあ、多分全種類入ってるかとは思いますけれどもね。はい、はい。では2つ目いきます。これで乙骨が出たら嬉しい。いきます。せーの。まあ、だと思ったんだよな。なんかね、パンダって気がした、うん、なんだろうね、バランス取れてるね、うん、五条先生が出た後にこのパンダで落とすっていうねなんかそんな気がしたわではお次はね、こちら缶バッチ、こちらの方をね、開封していきたいと思います。
まあ、もし、狙いはね先ほどと同じですね。はい、五条先生乙骨犬巻っていう感じで、はいはい。まあ開封するとね、やっぱりこういう白い紙で挟まれてて見えない状態になってますね。はい、ではいきます。1個目頼む、来い。せーの、おっ、乙骨来ましたね。やった、三好の乙骨来ました。はい、いやーよかった。はい、あで先ほどと違うのはね、ゲトウが追加されてるんですよね。はい、なので1押し2押し3押し4押しということで、はい、まあ、ゲトウも押しとして入れてみたいと思います。はい、はい、では2個目五条先生来い。せーの、あゲトウ、あ行ったそばからゲトウ来ましたね。4押しのゲトウ、今回のグッズもね、やっぱ結構ゲトウ人気あるみたいですね。はい、うん、はい、ではラスト3個目頼む、五条先生来てくれ。せーの、10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。くれましたね、やったぜ五条先生。いやこれ今回当たりじゃないですか、これ今回ね、この缶バッジ。はい、1押し2押し4押しときましたね。はい、いやこれは当たりですわこれは嬉しいね。はい、で続いてアクリルキーホルダー、こちらはねディフォルメされたやつですね。はい、投資のやつがないんでね、はい、これもね狙いは一緒です。はい、いやぜひ五条先生ほんとこれでも出てほしい。うん、まあ自分の予想ね、全員マギかパンダ絶対出そうな気がするはい、これも多分ね中白いので、うん、保護されてるんでとりあえず出してみましょう。はい、そっからですね、はい、この状態ではいきます。五条先生来てくれ。せーの、乙骨来ましたね。おお、三好の乙骨来てくれた。いやいいねこのアクリルキーホルダー、あもっと買えばよかった、うん、なかなかちゃんとよくできてますね。これはいい、はい、乙骨、はい、ラストアクキー、ラストアクリルキーホルダー頼む、五条先生来てください。いきます、せーの、やっぱりね、なんかそんな気したやっぱ全員かパンダ絶対来るなとは思ったんですけれどもね、うん、もうねアクリルキーホルダーもなんだかんだね売り切れてる店舗が多いみたいでね、うん、買えただけラッキーかなとも思いますけれども、もうまた行ってね、あったらこのアクキー追加で購入したいと思います。はい、出来がいいですよこれやっぱり。今回の全員巻きもね、なんかすごい可愛いっぽ、可愛いらしいんですよね。うん。なんか、虎杖が入ったと2年に上がった時の全員はね、ちょっと男勝りな感じありますけれども。これなんかね、スカートの丈が短かったり、ルーズソックス履いてたりでね、なかなか可愛いっぽいんですよね。早く劇場版見たいですね。はい。はい。といった感じでね、今回ブラインドボックス。開封しましたが、なかなかいい出じゃないですかね。
はい、結構満足してます、はい、いやアクリルスタンドがこれであればねよかったんだけどね、なんとかなんないかなあれ、まあ、ということでね、とりあえず今回の開封動画呪術廻戦劇場版を記念してね、ローソンとのコラボ、はい、こちらの商品を開封させていただきました、まあ、こちらのね缶バッジ、アクリルキーホルダーとかその他のねグッズはね普通のローソンにも置いてあるみたいです。はい、ただ本当アクリルスタンドだけなぜかこういう店舗がめっちゃ少ないんですよね、うん、そこがまた餌食になっちゃうんですよね、転売屋の。それは本当どうにかしてほしい、うん、ということでぜひねこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。